パリ五輪応援確定、アルゼンチンが環境破壊。アルゼンチンメディア TPC スポーツによると、マスチェラーノ監督はレオとまた話し合うことで同意した。彼はインテルマイアミでシーズンを始めたばかりだが、特に南米選手権に出場してからパリ五輪に行かなければならないと考えると簡単ではない。彼が本当にそこ五輪にいるだけのエネルギーを持っているかどうかを確認する必要があると語ったという。アルゼンチンは OA 選手として FW アルバレスと DF オタメンディの参加が決定しているものの、3枠目はまだ決まっていない。もうスーパーサブで、出てくれるだけでいいて。世界は見たいんや、メッシを。メッシがオーバーエイジで出たら、オリンピックみんな見るでしょ。次の世代につなげるためにも、メッシと一緒にプレイできる若者は嬉しいと思う。メッシ胴上げするためにまだ結束して優勝してまうて。このレベルのフォワードが出てくるのでメダルが欲しいなら日本は OA は必須。アルバレスまたタイトル取りまくる気か。アルバレス、オリンピック出るのかしては、よく許可したね。南米の人の代表思いの入れ方半端じゃないけどマジで日程はどうにかした方がいいよな。試合数減らすべきやで。エンバペは出れないだろうし、スターで出れる可能性あるのはメッシとロナウドか。まずアルバレス出れるのがでかいな。